下体は、かつて、黒海の西側、ドナウ川流域に住んでいたとされるトラキア系民族。紀元前6世紀から古代ギリシアローマの歯科によって、その存在が記されてきた。資料によっては、下体とも表記される。紀元前6世紀の諸民族と下体の位置。 アケメネス・朝ペルシアのダレーオス一世は、ボスポラス海峡を渡って、イストロス川を目指した。途中、ペルシア軍は、トラキア地方を通過した際、サルミュデッソスを占拠する、トラキア人や、アポロニア、メサンブリアの町以北に住む、いわゆるスキュミア大臣、ニプサイオイ人らを戦わずして屈服させたが、イストロス河畔にスムゲイ人だけが抵抗したため、武力で屈服させるとともに、 スキタイ遠征軍軍に加えて従軍させたマケドニアのアレクサンドロス3世は、東方遠征に先立ち、隣国のトラキア人とトリバロイ人を正当した。このマケドニア軍の猛攻に、トラキア人とトリバロイ人は、敗れて改装し、イストロス、川中のペウケという川中島に避難した。アレクサンドロスは、 その川中島に上陸を試みたが危険と判断し、代わってイストロスが対岸の下体人討伐にかかった。対する下隊人はすでに大軍を率いて、川岸の土手に集結し、マケドニア軍を待ち構えていたが、アレクサンドロスの人よによる、都下作戦と騎兵隊による突撃にひるみ、イストロス側からおよそ1パラサンゲス離れた彼らの町に逃げ込んでしまった。 しかし、マケドニア軍が騎兵隊を差し向けて、急進撃してくると聞いた、下隊人たちは、その町を放棄し、運べる限りの女子供を、馬の背に乗せてできるだけ遠くの荒野を目指して、去っていった。その後、トリーバル王のシュルモスや周辺諸民族から、アレクサンドロスのもとへ、和親の使者が送られた。トラキアマケドニア王のリュシマコスは、 下体族とその王ドロミカイテスに向けて遠征したが、リュシマコスは危険を招いたどころか捕虜にまでなった。しかし、下体王ドロミカイテスはリュシマコスに和親の道を解き、彼を客人として歓迎すると友好関係を結んだ上で釈放した。紀元前2世紀頃の下体とその周辺民族。 下体族のブレビスタというものがこの部族の支配者の座に就くと、打ち続く戦乱のために衰退していた下体族を再び回復し、鍛錬、禁酒、命令への服従を課して非常に勢いづけた。その結果、数年の間に一大王国を確立し、さらに近隣所属のほとんどが下体族の支配下に入った。ボイレビスタスはすでにローマにとって、 脅威の種になっており、恐れげもなく、イストロス川を渡ると、トラキア地方を略奪しながら、マケドニア、イリュリア領地方にまで達した。そして、ケルト族の中でもトラキア、イリュリア領族と混在していた諸族の地方を荒らして、通り、クリタシロス地下のボイ族に加えて、タウリス貴族をも共に全滅させた。ブレビスタが、下体族を統一することができたのは、 彼がデカイネオスという呪術師を顧問として用いたためであり、禁酒令を出すことを提案したのもデカイネオスであった。しかし、ブレビスタによる下体族統一は長くは続かず、一部の族民が反乱を起こしたため、ローマのカエサルがボイレビスタス攻撃の遠征軍を派遣するまでもなく、打倒された。そして、その後を継いだ指導者たちは、下体王国を四つに分割した。 その後も、下体族の分割は様々に変わり、ローマのアウグストゥステイが、下体族攻撃のために遠征軍を派遣した時には、5つの区域に分けられていた。古代ギリシアローマの史料において、下体は、しばしば、霊魂の不滅を信じている、下体、不死を自称する下体と記される。それは彼らが信仰している宗教によるものである。以下は、 ヘロドトスとストラボンの記録。ストラボンがチリ市において下体の一夫多妻制について考察しているが、それによると下体は10人以上の妻を持つのが普通で、4から5人程度では男の勲章もない嫁取らずと陰口を叩かれるらしい。ヘロドトスは種族が違えど全世界でインド人に次いで最大の民族トラッキア人の一部族としており、 ストラボンもトラキア系としていることから、下体の話す言語は、トラキア語であると推測できる。また、ストラボンは、下体は、元は、西方スタ体系だったが、トラキア人と混住してしまったことで、トラキア系になったとしている。ストラボンは、下体に隣接するダコイについても言及している。ストラボンによると、ダコイ族は、下体族と同じ言語を話すらしい。 ありがとうございます。